ケプラー444はことザにある恒星。宇宙の誕生後26億年という早い時期に形成されたと考えられている。太陽系から約117光年の位置にある主系列星で大きな固有運動を持つ高速度星である。星神の観測により天の川銀河が誕生して間もない約112億年前に誕生した大変年老いた恒星であると推定されている。 K 型の主星と2つの M 型の晩星からなる、エレ連星と考えられている。主星には、アメリカ航空宇宙局のケプラー探査機よる観測で、5つの太陽系外惑星が発見されている。我々の太陽系が形成される70億年近く、前というまだ金属量の少ない時期に惑星を含む、恒星系が形成されていたという点で、 天の川銀河の歴史の研究所を重要な発見となった。5つの惑星は、それぞれ水星から金星の間の大きさの地球型惑星で、地球よりも小さい。いずれもケプラー444から 0.1au より小さな軌道を回っており、生命が存在するには困難な環境である。abcd112 億歳の星に5個,個の惑星。 アストロアーツ、二千十五年一月二十八日閲覧。A B C D E F G H I J K L M N O キャンパント T L エトールアンエンシェントエクストラソラーシステムウィズファイブサブアースサイズプラネッツアーカイブドイ十点一零八八零零零四から六百三十七 x 七百九十九二 170http://arxiv.org/pdf/.1501.06227v1.pdf2015 <ッ>年1月28日閲覧。abcdefghijklmn 新バットアストロノミカルデータベース。 リザルツフォーヒップ949312015年1月28日閲覧ケプラーアストロノマーズディスカバーエンシェントスターウィズ5アースサイズプラネッツアイオワ州立大学2015年1月29日閲覧ありがとうございます